皆さん、こんにちは。ウィズペティ犬猫病気事典です。今日は猫の室外骨脱臼について、症状、原因、後発品種、予防方法、治療方法の順に解説します。それでは早速始めましょう。猫の室外骨脱臼とは、膝のお皿が大腿骨の内側、あるいは外側に脱臼します。室外骨脱臼とは、室外骨、 いわゆる膝のお皿が脱臼した状態を言います室外骨とは室関節の前側にある手指骨という有利した骨で太ももの筋肉から伸びる腱の中に存在しています室外骨は太ももにある大きな代替四頭筋を一つにまとめ下体骨にその力を伝える橋渡しをしていますまた大腿骨の下端には室外骨が収まる 滑車状のくぼみがありその上を室外骨が滑らかに滑ることで膝がスムーズに曲げ伸ばしできます室外骨が脱臼すると室外骨に付着している腱や筋肉も内側あるいは外側に牽引されるため膝関節に異常なテンションがかかり膝の曲げ伸ばしをしにくくなりビッグを引いたり片足でけんけんして歩く様子が見られます 室外骨はひざ関節の重要な支持組織の一つで、脱臼したままでひねれるような力がかかると、ひざ関節を構成する他の人体の断裂につながることがあるため、室外骨脱臼と診断された場合には、治療すべきかどうか、慎重に経過を見る必要があります。猫のの骨脱臼の症状とは、歩行異常が見られます。 膝外骨が脱臼すると以下のような症状が見られます。時々片足で軽けんする、ビックを引いて歩く、膝が腫れている、足を触ると嫌がる。膝外骨脱臼は程度によってグレード一から四に分類されます。グレード一、膝外骨を手で押すと脱臼するが離すと自然に元に戻る。グレード二、膝を曲げるか膝外骨を手で押すと脱臼し 膝を伸ばすか、室外骨を手で押すと征服できる。グレード3、常に室外骨が脱臼しており、手で押すと征服できるが、離すと再び脱臼する。グレード4、室外骨が常に脱臼し、手で押しても征服できない。グレード1から2では、強い痛みの症状などが出ることなく、特にグレード1では歩行にもほとんど支障が出ません。 グレード3以上では歩行に明らかに異常が見られ、中には痛みの症状が強く現れたり、骨の変形や人体にも影響が出ることがあります。猫の室外骨脱臼の原因とは、遺伝性に起こります。特定の品種には遺伝性に室外骨脱臼が起こります。スコティッシュフォールド、シャム、ペルシャ、デボンレックス、メインクーンなどが報告されています。 特に股関節形成不全などが存在する場合に、股関節脱臼に伴って太ももの筋肉が牽引され、室外骨脱臼を起こすことが多いようです。外傷性に発生します。交通事故や高所からの落下によって、強い力がかかることによって起こったり、骨折に伴って脱臼が起こることがあります。次に猫、ね、の室外骨脱臼の後発品種についてです。 以下の病種で後発が見られます。シャム、スコティッシュフォールド、デボンレックス、ペルシャ、メインクーン。これらの品種では遺伝性に室外骨脱臼が起こりやすいとされています。外傷性の室外骨脱臼は品種に関係なく発生します。次に猫の室外骨脱臼の予防方法についてです。環境改善で怪我を防ぎましょう。 滑りやすい床や非常に高いところから飛び降りて着地するような環境では外傷による室骨脱臼も発生しやすす。くなります特に年をとって筋肉が減少していると筋肉による支持が弱くなるためにリスクが上がるので年齢とともに生活環境を見直し不慮の事故によるけがが起こらないようにしましまょう。室内で飼育しましょう。 外に出た際に、交通事故などに遭うことを防ぐためには、室内飼育を推奨します。体重管理も大切です。肥満傾向の猫では、日常的に四肢の関節や腰に負担がかかっており、そのような状態では、膝の怪我も多くなります。日頃から体重過剰にならないように、健康的な食生活を心がけ、適度に運動させるようにしましょう。 最後に猫の室外骨脱臼の治療方法についてです。リハビリで経過観察します。グレード1では、膝の曲げ伸ばし運動をするリハビリを行いながら、経過観察を行います。室外骨脱臼では、室外骨に付着する筋肉や、その周りの筋肉に拘縮が起こっていることが多いため、リハビリによってその拘縮を解除し、 スムーズに膝の曲げ伸ばしができるようにします特に症状の進行がなく痛みなどの症状も見られなければそのままリハビリによる保存療法を行います外科手術を行いますリハビリを行っても脱臼の状況がグレード2以上である場合や痛みの症状、歩行に支障が出ている場合には外科手術によって室外骨の征服を行います 手術の方法にはいくつかあり、大腿骨の滑車の状態や、硬縮した筋肉による経緯の程度、外傷による骨の損傷の状態などによって、どのような手術をするか選択していきます。筒外骨に付着する筋肉の乖離筒外骨脱臼によって筒外骨に付着する筋肉の硬縮が起こり、そのテンションによって脱臼が起こりやすくなってしまうため、 筋肉の付着部を乖離してテンションを解除します他の手術主義と合わせて行います滑車口形成手術大腿骨にある滑車を深く作り直すことによって室外骨が滑車から脱臼しにくくする手術です頸骨素面転移術室外骨が橋渡しする室外腱は頸骨の頸骨素面という部分に付着しますその 頸骨素面の骨を切り位置をずらして固定し直すことで室外圏に包まれた室外骨の位置を変更させます関節法の方縮室外骨の脱臼に伴って伸びた関節包を適度なテンションで縫い縮めて再脱臼を予防します強制骨切り術大腿骨の変形が起こっている場合には骨を切って変形を修正する 矯正手術も行います本日は以上となります今回の動画で大切な肺病の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思いますこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします今後も猫の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう 本日はありがとうございました。